そのをえー、昨日、バックレれてしまった職場に今日行きました。今日は普通に仕事入っていたんだよね。で要は月化って勤務でした。で、行ったら、まあ当然僕はすぐ店長に謝りました。あ本当すいませんでしたみたいなこと言ったらあの、全くネガティブなこと言われずに、なんか心配したのよとか、そんな感じだったんですよね。それで、普通に職場入ったらいつも僕をいじる先輩とかいて、 その人にも「まあ、すいませんでした」って言ったら「お前昨日バッくれたな」みたいな感じであの、そんな怒ってなかったんですよね。でちなみにその調理長が月と母があの、たまたま休みだったんですよね。でその先輩から聞いたんだけどあの、月休みだったんだけど調理長はなんかちょっとした野暮用で職場に来ていて僕の代わりに働いてくれたそうなんだよねって「わ気まずと思いました <laughs> で。であのちょっとねあることがあったんですよ。で、<laughs> その先輩にもその店長にさっきも謝ったし電話でもなんかこういうやり取りしたとかまあ話したら全然なんかうんネガティブなこと言われずにむしろ心配してくれたしなんかねぎらってくれたみたいな感じでまあそうだったんですよって言ったらいや本当だよ店長はお前のことなんか心配してたぞとかなんか事故に巻き込まれたとかそう思ってたみたいなでお前からの電話来てなんか 安心してたよみたいなこと言われてで俺に夜に電話したんだよね7時ぐらいにで実はあの気づいたのはあの、もう一つの職場の休憩の時に気づいたからお昼だったんだよねただなんかその時さあたふたしちゃってあのすぐ電話しなかったんだよねで <laughs> まあ,あたふたしたのとまあ、休憩中だったってのもあるしまあ向こうもその忙しいと思ってでまあすぐするべきだったって言われましたであの すごいね、俺がね、まあ、まあ、俺がいけないんだけど、まあ、一つはネガティブに感じたことがあったんですよ。それが、その先輩が、あの、別に俺も店長もお前がバックレとか思ってなくて、まあ、ただのボン,ボンミスとかだと思ってたよって言ってた <laughs>、って言ったの。でも、その調理長だけは、あいつバックレやがったなって <laughs> 言ってた。 っって俺に言たたのえ、マジでみたいなひどっと思ってどんだけあの師に強いんだいって思ったんだよね。それでまあ、まあ、別に、まあ、そう言われるのもしょうがないかなと思ってまあ、辞める身だったからで最後の方にその先輩ともまあ、仕事しながら喋ってであんなふうに言うようなやつのもとであの働く必要ないからあの辞めてよかったじゃん。 正解だよって言われました <laughs> でねその先輩といろいろ話したんだけど最近その調理長があのイライラするシーンが多くなってなんか冷蔵庫をバーンって閉めたりとか物に当たったりとかするんですって、まあ、正直俺はそこまで見たことないの。で店長もそのなんかその先輩に「今その調理長イライラしてんの?」とか「何かあったの?」って聞いたりとかしてなんかすごい頭を痛めてるらしいの。 だから、まあ俺がその、今回さ、ネガティブな気持ちになって、辞めるってことを言ったわけじゃないですか。で、それからちょっと時間が経って、さらに悪化してるんだよね、職場の状況が。で、その店長も、あの、異動になっちゃうわけよ。でさ、やっぱ俺の鼻は、なんか、効くなって思ったんだよね、その察知能力っていうか、やっぱ流れとかあるからね、物事には。って思ったし。 やっぱ沈みゆく船っていうのはか感じてやめるっていうその選択は正しかったわけですよでその先輩なんかはそのすごい仲悪いんですよその調理長とでもなんかいつも愚痴ってんのでもその先輩10年いるから思い入れがあるからやっぱもうちょっと粘るみたいな感じなんだよねで僕は今言いたいことはそのやっぱ年齢を重ねると 体力ってお衰えるわけじゃないですか。でもその分、その、嗅覚は良くなるよね。その、鼻が効くようになるとか、もう物事の流れっていうのはさ、あの、若い時に人通りいろいろ経験し,してきたし、見てきたから、こういう感じで来たらこうなるんだなっていうのはなんか分かるようになって、その、うん、危機管理能力とか、まあそういうなんか、正しい決断とかをできるスキルは上がるよね。だから、体力が衰えた分、そっちの能力が強くなって、 なんか自分を守れる生き物なんだなって、まあ、自分自身に思いましたね。で結局まあざっくりなことなんだけど職場にはやっぱもうなんかダメになっていく職場とか良かった時期があったとしても駄目になるってなったらどん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 駄目になっていくしまあ逆はあんまないんだよねちょっと悲しいかな。 っってことはやっぱ自分でで気づかななきゃいけないわけけわまあそれが職場に限らず自分のやってることに関して全ての物事に関してやっぱ流れってあってそれを見極める力っていうのはすごい大事だと思うんだよねだから変にさ頑張るとかさ耐えるっていうことをしなくていいんだよねやっぱその流れを見極めて乗り換える逃げるとか変化するってことがよっぽど大事なんじゃないのかなと思いますだからなんか 日本人っていうか、俺らっていうのはさ、逃げちゃいけないとか、諦めちゃいけないみたいなど,かどっかあるじゃないですか。それが悪だみたいな、悪い、間違ってる弱いみたいな。いや、そんなことはなくてあの、逃げていいんだよね。で、どん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 その、生まれ変わっていくっていうのはかっこよすぎかもしれないけど、変化していくってことは大事です。無理に乗り越えようとするから、やっぱみんな壊れて疲れちゃうんだよねって思うんだよね。 だからそ,のそれよりもなんか運があるかとかそのなんか今来てるか乗ってるかとかそっちを気にした方がいいんじゃないのかなって思うんでねで自分だけの力でじゃあどうしようもないことでたくさんあるわけでそういう場合はやっぱ自分がいかに柔軟になっていくかってことが大事ですよねだからこの例えは俺すごい好きなんだけどあのツバメかなんかってさその寒くなったらあったかい方に行くじゃないですか沖縄の方に行って逆に あの暑くくななったら北海道の方に行くじゃないですかそういう感覚をその僕ら人間も身につけておくといいかと思います。まあそういうのってなんか、まあ、さっきも言ったように年齢とともにそういう能力もついてくるしやっぱ日頃からねなんか鼻を利かせるとかよく観察したりとか,なんか人の気持ちを考えることとかがやっぱ大切でその積み重ねでそういう流れを見極める力っていうのは強くなっていくと思います。だから うん、やっぱ一回ねその壊れちゃうと心とか体あの復活するのにねそういう時間かかるから壊さないようにだよねって思うんだよね。俺膝ぶつけてさなんか打撲で痛かったんですよ。ですぐ打撲は治ったんだけど結果的になんかそれを守るような変な歩き方しちゃってたんでね自覚なかったんだけどそれによってなんかいろんなところがあちこちが悪くなって結構大変だったんですよね。そういうこともあるからやっぱ バランスっていうかやっぱやっぱ嫌なことはしないっていうのが大事だよね悪いものには触れない、うん、やっぱ悪いものに触れ続けるとその人間って悪くなるよねで人と人っていうのはあの影響を受け合ってるからその周りにいる人間の質とか性質とか、うん、使ってる言葉とかすごい大事だよねやっぱ映るよねそれコロナよりよっぱそっちのが感染するからって俺は思うんですよね まあとにかくまあ何事も自分の心の声をしっかり聞いて、まあ、そこに素直になるってことでだと思うんですよね。でやっぱ無理したりとか変にプライドを高く持ったりとかするとあのいらんアウトプットの仕方とかしちゃって、ね、お金を無駄に使ってしまったりとかバクバク食べてしまったりとかろくなことないと思うんですよね。だからそういった意味で常になんかクリアな精神状態でいるってことがいかに大事かっていうお話です。 でどうもありがとうございました。